皆さんこんにちは、人生オリゴールだ、ヒラリだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター白ウサギの続きになります。前回の動画でこちらのオウムに組み替えました。はい、今回はこちらの白アザラシに組み替えます。はい、白ウサギとオウムの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは白アザラシに組み替えます。完成、白アザラシです。前回作ったオウムが結構カクカクしてたんですけど、今回の白アザラシは最初に作った白ウサギと一緒で結構全体的に丸っとしています。これ徳島県民しか知らないんですけど、個人的に中川の中ちゃんを思い出しました。あれ確か僕が5歳か6歳ぐらいの時に結構ブームになったのを覚えています。はい、では白アザラシを見ましょう。全体をぐるっと見るとこんな感じです。今回の白アザラシは曲面パーツがいっぱい使われていますので、全体的に可愛らしく作られています。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部は結構可愛く作られています。これ耳つけたら犬やウサギとかにもできますね。胴体も曲線パーツが使われていて全体的によくできています。前ヒレのパーツは最初に作った白ウサギと一緒です。そして尾ひれはこのようになっています。尾ひれも前ヒレと同様によく作られています。ではこちらの白アザラシの可動範囲について説明します。まず頭部がこのようにぐるぐると動きます。続いて前ヒレはボールジョイントでこんな感じでぐりぐりと動きます。そして口がこのように開きます。尾ひれもボールジョイントでこんな感じで動きます。これ広げないと隣のヒレに当たっちゃいます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。前回組み立てた白ウサギとオウムと違って可動範囲は少ないんですけど、こんな感じで動きに表情が見えるのでとてもいいと思います。そしてこの白ウサギには付属品の魚がついています。で、個人的にこの付属品の魚めちゃくちゃよく作られています。これどっちが上なのか下なのかわかんないんですけど、多分僕的にこっちが上だと思います。で、この付属する魚なんですけど、特に持たせたり口に加えさせるためのジョイントはありませんので、基本的にこんな感じで飾るだけです。あー、でもやっぱこれアザラシを見ちゃうと中川の中ちゃんを思い出しますね。ブームに乗っかって近くのお菓子屋さんが中ちゃんプリンとか中ちゃんクッキーとか作ってたのを思い出しました。まあこれ徳島県民しか知らない話なんで、まあこの話してもまあしょうがないですよね。はい、レゴクリエイター白ウサギの白アザラシはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター白ウサギの白アザラシを組み立ててレビューしていました。まずこの白アザラシには曲面パーツがたくさん使われていて、全体的に丸っとしててとても可愛らしいと思いました。それと付属する魚の完成度もすごく高かったので、これも素晴らしいと思いました。個人的に言えば中川の中ちゃんを思い出しましたので、ちょっと懐かしい気持ちになりました。はい、今回でレゴクリエイター白ウサギの3つの作品を全て組み立てました。その中で僕が個人的に良かったのは最初に作れる白ウサギです。まずなんといっても僕が今年年男というのもあるので、それつながりもあるのと、あと白ウサギ全体の完成度がすごく高かったので、今回は白ウサギにしました。毎年発売されるエトのレゴクリエイターの完成度はすごい高いんですけど、今年のウサギも素晴らしかったです。来年は辰年ということもあるので、来年は竜のレゴクリエイターが出ると思います。来年のエトのレゴクリエイターもめちゃくちゃ楽しみです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。